初めての時はもう脱ぎようも何も必死になって覚えてたんで、もう無我夢中で、もうそういうことを考える暇もなかったですけれど、一番大事なのは根気と粘りと、あとその柄を作るためにどうしたらいいかって想像力ですね。私の名前は野瀬盛義と言います。職業は京都マーブルプリントの職人です。この仕事は39年やってます。京都マーブルというのは大体染色加工会社なので、いろんなアパレルさんからのご注文をいただいて染めています。だからポリエステルとかシルクとかっていう生地も染めていますし、その他にもいろんな生地を染めています。特別な技術というのは、ほとんどがうちのやり方は手作業で作るものなので、そういうふうな糊を作って簡単な道具を使って手作業で柄を作っていくので、それから決められた柄に組み合わせて、柄の板状にしたものを鉄のロールに貼り合わせて生地に染めていくというのが一般の流れです。奥行きがあって色合いのたくさんいろんな色が使われたというふうな柄ができるという。デザイナーブランドとか有名な方とかは仕事いただいたこともあるんですけど、やっぱり一番有名となったらやっぱりエルメスになりますよね。そういう技法の作り方に関しては一切どこにも何にも書いてないんで、頭の中に全部入ってるんで、現実問題としてはもう非常に先行き厳しい状況なんですけど、もうこういう技術っていうのがないんで、ちょっとでも多くの人々に知っていただきたいし、幸いなことにうちの三男が今現在うちに来てくれて覚えてはくれていってるんですけれども、なかなかできるような柄じゃないんで、できる人がいれば誰にでも教えるのは教えたい、残っていくんであれば教えたいですね。